グレートブリテン及び北アイルランド連合王国は大陸ヨーロッパの北西海岸沖に位置する主権国家である。総面積はおよそ243,610平方キロメートルを誇り、イギリスはグレートブリテン島の大部分及びアイルランドの北東6分の1、そしてその周りを取り囲む多数の島々を含めてブリテン諸島の大部分を占めている。本島は 北49度から59度、整形8度から統計2度を占めている。ロンドンの南東にあるグリニッチ天文台は本書子五線の起点として定められた場所である。イギリスは北、大西洋と北海の間に位置し、フランスの北西の海岸線からイギリス海峡を挟んで 35km の場所に位置する。また、イギリスは アイルランド共和国と4 9 9トルにも渡る国境で接している。イギリス海峡の下には英仏海峡トンネルが通っていて、今ではイギリスとフランスを結んでいる。イギリスの海外領土と王室属領に関しては、それぞれの記事にまとめられているので、それぞれを参照されたい。イギリスの総面積はおよそ24万5000平方キロメートルで、 グレートブリテン島の大部分とアイルランド島の北東部6分の1、そしてその周りを取り囲む多数の島々からなる。イングランドはイギリスの国々の中でも最も大きく、面積は13万410平方キロメートルで、イギリスの総面積の半分以上を占めている。スコットランドの面積は七万百七十二平方キロメートルで、イギリスの三分の一ほどを占め、 二番目の大きさである。ウェールズと北アイルランドはより小さく、それぞれの面積は 2758&14160 平方キロメートルほどである。イギリスの国々のそれぞれの面積は以下の表にまとめられている。最大の国であるイングランドは地域ごとに分けられている。170万9400平方キロメートルにわたる。 イギリスの南極大陸における領土は、フォークランド諸島の12,173平方キロメートルよりも大きく、最も大きいイギリスの海外領土である。これら以外の残る12の海外領土の総面積は5,997平方キロメートルである。イギリスと面積が近い国としては、ギニア、ウガンダ、ガーナ、ルーマニアが挙げられる。イギリスは、 世界で80番目の面積を持つ国であり、ロシアを含めたヨーロッパでは10番目である。イギリスの地形図インギリスには、多種多様な地形が存在する。イングランドは、その大部分が低地であり、高地や山岳地帯は、ティーズ川とエクス川の北西部にしか存在しない。高地としては、湖水地方、ペナイン山脈、エクスムア、ダートムアが挙げられる。低地は、典型的に、 低い丘に沿って存在して、ところどころチョーク層で構成されている。スコットランドは、スコットランド本島をヘレンズバラからストーンヘブンへと横切っている、ハイランド境界断層によって区別されている。断層面は、北から西にかけてをハイランド、南から東にかけてをローランドと二つの区別可能な地域に分けている。ウェールズは大部分が山岳地帯であるが、南部は、 北部、中部に比べてその傾向が薄い。アイルランドには、モーン山地だけでなく、イギリスで最大面積を誇る猫がある。地形学からの外観としては、イギリスは主に北や西の地域における、地殻変動、気候変動、そして特に氷河によって、形作られていると言える。イギリスにおける、最高峰は、スコットランドのグランピアン山脈にある、ベンネビスである。 最長の河川は、ウェールズからイングランドへと流れる、セバーン川である。湖面の最も広い湖は、北、アイルランドにあるネーコであるが、水量の最も多い湖は、スコットランドにあるネスコである。イギリスの地質は長期にわたる、プレートテクトニクスの影響を受け、複雑で多種多様である。井戸と海水面の高さの変化は、自然の人口減少に大きく関与している。 また、継続的な大陸間の衝突が大きな断層や終局といった作り山運動の蓄積とともにイギリスの地質構造に影響を及ぼしている。その一方で、これらの変化はしばしば火山運動と岩石の編成運動にも影響を与えてきた。以上のような多様な地質の歴史を経て、イギリスは今のように多様性に富んだ景観を映し出している。 1 3 4 4ズを誇るベンネビスは、イギリスの最高峰イギリスにおける高い山の上位10個は、すべてスコットランドにある山である。イギリスのそれぞれの地域における最高峰は以下の通りである。イギリスにおける主な山、丘の分布は以下の通りである。イギリスでの最低部は、イングランドの東アングリアにあるフェンズで、その高さは、 海水面よりも4メートルも低い。イギリスで最長の川は、ウェールズからイングランドまでを流れるセバーン川である。イギリスでのそれぞれの地域における最長の河川は、その地域のすべてを通っているイギリスのそれぞれの地域、おける湖面積が、最大の湖は、以下の通りである。水深が、最大の湖は、モーラー湖で、最深部では309メートルに達する。 イングランドで最新の湖はウォスト湖で、その深さは79メートルである。ネス湖はイギリスにおいて、水量の点で最大の湖である。総じて、イギリスには1000以上もの小さな島があり、その大部分は、スコットランドの北と西の海岸線の近くにある。2001年の調査ではそのうち130の島々で、人々が生活している。本島を除いて、 最も大きな島は、スコットランドにあるルイスハリス841スクエアミで、ウェールズではアングルシート276スクエアミ、イングランドではワイト島174.09スクエアミ、北、アイルランドではラスリン島がそれぞれ最大の島である。イギリスの気候は一般的に温暖であるが、地域による気候の際はあり、特に高度と、 海からの距離によって大きく左右される。一般に、南は北より暖かく西は東より湿潤である。イギリスは温暖なメキシコ湾流の影響を受け、ニューファンドランド島といった同位度の他の地域より格段に暖かい。最もイギリスの気候に影響を与えている風は、北、大西洋海流がもたらす南西の風である。半分以上の日が曇りである。 自然災害はほとんどないが、冬には暴風や洪水が発生することもある。イギリスでの年降水量は地域によってハイランドでの3000ミリメートル以上からケンブリッジでの553ミ、mm、リメートルと幅が広い。エセックスの地域では年降水量が600ミリメートルと、イギリスの中で最も乾燥した地域の一つであるが、それでも1年に100日以上は雨が降る。 エセックスでの年降水量は4 5 0ト、mm、ルで、エルサレムやベイルートより少ないこともある。イギリスでの最高気温は、ケント州、フェバシャム近郊のブログレールで2003年8月10日に、記録された、摂氏38.5度である。最低気温は、スコットランドのグランピアン山地のブリーマーで1895年2月11日と1982年1月10日、そして、 スコットランドのアルットナハラで1995年12月30日に記録された摂氏27.2度である。ありがとうございます。